こんにちは。今回ですけども、後ろ歩きの時に足側の膝が突っ張ってしまう、こんなお悩みに対する動画になってます。今回のポイントは、足を引く前に股関節の動きを注意してみましょう。では早速やっていきます。この動画では左の足を麻痺側としてご説明します。では少し後ろ歩きの動きを確認していきましょう。このように麻痺側の足を後ろに引こうと思った時に、なんか膝の裏が突っ張るな、こう曲げて後ろに引こうと思ってもなんかうまくいかない。そしてそのような状態だと、そこからこの支えもちょっと不安定だなということありませんか？この時のポイントはですね、皆様こう足を上げて後ろに引くとか、膝を曲げて後ろに引くとか、足や膝に注意が向いていると意外とうまくいかないことが多いです。で、今回のポイントはですね、股関節です。足を前に出したりこう後ろに引く時っていうのは、基本的にはこの股関節の動きなんですね。なのでこの後ろに行く時は、この股関節がこういうふうに動く、ね、股関節が後ろに動くっていう動きを意識してみてください。特にですね、この股関節を一回軽く曲げてから後ろに引いてみると、より股関節の動きが分かりやすくなるので楽に引けるようになっている可能性があります。なので今回はですね、足や膝に注意を向けるんではないんですね。股関節です。一回軽く曲げてからスーッと後ろに引くように意識してみましょう。実際これやるときはですね、椅子の背もたれを持ったりとか、手すりを持ったりとか、安全第一で行ってください。あとは今回ちょっと動画なので分かりやすく大きく後ろにやりましたけども、まだ慣れないうちはですね、小股の小さな動きからやっていきましょう。はい、こういうところがですね、できるようになってくると、普段の家の中の生活ですね、キッチンで少し後ろに引くとかですね、ちょっとした場面で後ろに楽に一歩下がることができるので、いろんな場面で使えることが出てくるかと思います。はい、今回はこんな感じでちょっと動画の方を撮らせていただきましたけども、最近僕たちですね、下のこの動画の、ね、下の方にも LINE の公式アカウントの、まあ、友達募集中っていうのがあるんですけども、 LINE の公式アカウントやってます。で、こちらの方に皆さんの歩くお姿とか、まあ、あとはこう手の動きの動画とかですね、ご自分で動画を撮っていただいて、それを LINE 公式アカウントを通して動画を送っていただくと、僕たちがそれに対してお返事をするようにしております。なので、もしですね、なんかこうコメントとか、YouTube のコメントとかで、なんか質問とかしてはね、くださるんですけども、なんて書いたらいいんだろうとか、なかなか自分の言いたいことが伝えられないなって、お悩みの方はですね、ぜひ、LINE 公式アカウントから動画を送ってください。そっちの方が多分、実際のね、ここ見てっていうのも、ね、僕たちも伝わりやすいですし、僕たちもそれを見た上でですね、お返事もしやすいので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。